毎朝会う人にはおはようと、初めて会う人にははじめまして、自分の思いよりも先に飛び出してくる言葉たち、ありとあらゆるところで数えきれない人たちに使い古されてもまだ話され続けている。おはよう、こんにちは、はじめまして。